どうも、ヤスでございます。今日はですね、以前のね、動画でお伝えした、お話しさせてもらったルイボスティーについてなんですけども、免疫抑制剤をね、飲んでる人はね、ルイボスティー禁止でした。皆さんすいませんでした。まあ、僕の説明不足でね、たくさんの人に迷惑をかけてしまいました。なので、前回と前々回のルイボスティーに関する動画はですね、非公開とさせていただきます。なぜこのようなことが起こったかと言いますとですね、ツイッターの DM で僕の動画を見てくれて、いつも見てくれてる方がですね、ご指摘をいただきましてですね、その後にね、自分でも調べたところですね、どのサイトにも免疫抑制剤を使用されてる方は、飲んでる方は、ルイボスティーを飲まないでくださいと書いてありました。ほんで、僕はもう、四五日くらいはね、飲んでて、怖くなってですね、まあ、ほんまさっきなんですけども、急遽病院に電話して聞いたんですよ。で、まあ、土曜日なので、今日ね、土曜日なんですけども、ね、診察が終わっててですね、電話をつないでいただくれなくて、内科の方についてつないでくれなくて、救急外来かに電話して、まあ、ルイボスティーを飲んでしまったと、こう、事情をね、説明したらですね、まあ、血液内科の当直の先生に問い合わせてくれました。そしたら、まあ、今は何も症状が出てないということで、飲んでしまったのは仕方ないので、まあ、もう今後は飲まないでくださいと。で、今後何かあったら、また外来に電話して、先生に、電話してくださいと言われました。まあ、でも、そのルイボスティーについてなんですけども、この同じ病気をしている人 で免疫抑制剤を飲んでいる人で、ルイボスティーをこうずっと飲んでるよっていう人がいてるっていう情報は僕は知ってたんで、まあ、僕もいけんちゃうかなと思ったんですけども、まあ、やっぱりね、ちょっと不安になってきたので、まあ、直接こうね、ご指摘いただいたんで不安になってきたんで、まあ、明日は休み、日曜日休みか、明後日か、明後日にまた月曜日に、もう一回電話、病院に電話して、なんであかんのかとか、どういったことになるのかっていうのをまず聞きます。そしてまたそれもね、お伝えさせてもらいます。まあ、健康な人やったら、飲んでもね、いいと思うんですよ。ルイボスティーね。で、まあ、免疫抑制で飲んでない人もいいと思います。でもまあ、そのね、病気してる人はまあ一度、まあ、病院の先生に相談してからにしてください。今日は以上です。皆さん本当にすいませんでした。どうも、じゃあ今日はこれで失礼いたします。